意義あり。どうも、逆転裁判続きやってこう。さあ、ついに最後の法廷だな。いや、もうすでに緊張とワクワクがあるんだけどさ、なんかそれと同時に寂しさもあるんだよね。なんだろうこの気持ち。じゃあ今日は余計な話せず早速やっていきますね。第4話、逆転そしてさよなら。ごめんなさい、今ちょっとカッコつけました。正直に言いますね、今ちょっとだけカッコつけました。12月28日午前9時51分地方裁判所被告人第二控室。あー、この時間好きよ。裁判始まる前のこの喋る時間好きだからね俺。ついにこの時が来たな。今日で決着がつくはずだ、いろんなものに。ちょっとさ、一旦法廷記録確認して。もうガチガチの逆裁プレイヤーになってる。あ、そうだよな、手紙は持ってかれたんだよな、カルマちゃんに。で、迷いちゃんがスタンガンを食らいながらも、この、なんだスタンガン食らいながらって。よくよく考えたら前回おかしいよな。スタンガン食らって悲鳴上がってんのに、誰も来ないって。警察署内で起きたことなのに。もうこの弾丸はだいぶでっかい証拠になるよな。オッケー、じゃあ、行くか。いや、びっくりした、もうやめて。もう今の感じだと迷いちゃんスタンガン持ってることになっちゃうよ。いやー、何すんだよ。ごめんなさい、肩触っただけなのに。なんかまだ昨日のスタンガンが残ってる。怖っ、こんな会話日常で絶対起きない。何昨日のスタンガンが残ってるって。二日酔いみたいな言い方すんな。とにかく今日が最終日だね、頑張って。なるほどくん、うん、ありがとう。そうだな。おー、みつるぎ。いや、なんかな、ちょっとみつるぎがちょっと、まあ、ずっと不安なんだもんな。吹っ切れてない感じだもんな。みつるぎは相変わらずあんな調子だし、カルマにつけ込まれなければいいんだけど。大丈夫か。おお、なになに、お前もスタンガンなの、みんな電気浴びんの、キルアみたいになってるけど。おお、何をする。ごめんなさい、ちょっと励まそうと思って肩に手を。マヨちゃん。キル、電気使えるようになっちゃってんじゃん。マヨイちゃん、ちょっと外に出て放電しておいでよ。うん、そうする。うん、怖いね。人間の会話本当に違う漫画になってない。放電しておいで。うん、そうする。電気溜まっちゃってる。Wi-Fi になんかあるよね。バッファローとかのちょっと2分ぐらい放電してくださいみたいな、繋がんない時は放電してくださいみたいになっちゃってるけど、マヨちゃんバッファローみたいになってるけど。やれやれ。何の音？いやー、スイートの子、これから最後の法廷だよみんな。何なんすかあの子は。あ、糸の子刑事、おはようございます。みつるぎ検事。ああ、おはよう。どうでした検事さん。あ、どうでした検事さん、ごめんね。ごめんなさい、あの、またなるほどくんが糸の子に乗っ取られるっていうのやっちゃいました。安心するっす、約束通り。ああ、逮捕したの、やつを逮捕したっす。はいねよ。たった今連行してきたっす。もう徹夜っす、糸の子。ありがとうございます、眠かったでしょう。こうかこうか、さっきの電撃で目が覚めたっす。ハイネは自分の名前を忘れたと言っている。しかしそれは嘘だ。記憶があるからこそミツルギに復讐を企んだはず。あの男に記憶があること、それを証明するんだ。そうだな、行こうかナロド君。12月28日午前10時、地方裁判所第3法廷。始まった。緊張がほぐれてきて、ワクワクが大きくなってきた。これより、ミツルギ礼事の法廷を改定します。弁護側は、準備完了しています。カルマちゃん、またかい？また寝るのかい？検察側、準備完了した。あ、普通に喋った、スムーズな進行。さて、この法廷もついに最終日を迎えました。
検察側は決定的な証拠の提出をお願いします。心得た。うん、裁判官、いちいち大きめのリアクションを取るな。なんか俺どんどんなるほどくんとさ、なんかすごいシンクロ率高くなってない？そのうち一人の存在になる気がするんだけど、神様とピッコロ、神コロ様になっちゃうんだけど。いちいち驚いて言葉に詰まるなよ。ではカルマ検事、冒頭弁論は糸の小切り刑事の働きで、ボート小屋の管理人が逮捕された。昨日の法廷で弁護人は彼を犯人であると断定した。しかし管理人はまだそれを認めていない。要は弁護人に好きなだけ尋問をしてもらいたい。好きなだけ尋問？わかりました。そんな許してくれる？はい、先にじゃあ僕も約束させてもしてもらっていいですか。カルマちゃん、俺が尋問してる間異議あり禁止ね。では証人を入廷させてください。さあ来たな。お前は分かってんだ、記憶があり、そして自分の意思で逃げたということ。さてこの証人のことは覚えていると思う。貸しボート小屋に住んでおり、事件を目撃した。そして現在自分の名前を忘れている。証人、なぜ昨日は逃げたのですかな。そうだな、まずそこだな。意義ありじゃないのよ。カルマちゃん、意義ありやめてって言ったのに、なんだったら俺尋問してないからで今。証人は逃げたのではない、それをこれから証言する。わかりました。では証言をお願いします。始まった。いいもが大丈夫か。なんかうまいことはぐらかせれる気がすんな。法廷からいなくなったこと。昨日はその勝手に帰ってすみませんでした。でも別に逃げたとかそういうのではなく、さゆりさんの餌をその買いに行っただけです。わしはそのこの事件には関係ない人間ですから、動機というんですか、そんなものもありませんし、昨日証言したことは間違いありませんし。意外とはっきり喋るな。全然関係ないっていうオーラ出してるけど全部怪しく聞こえんな。お前寝ようとすんな最後。うむ、では尋問を。この男は自分の名前をしっかり知っているはずだ。はいね、光太郎と。それを証明しなければ。さあここだよな。しっかり、まあ、一個一個揺さぶり、必殺揺さぶり作戦に行くしかないな。法廷からいなくなったこと。まずは昨日はこのその勝手に帰ったすみませんでした。行こう。待った、帰ったのではなく逃げたのでは。いい聞き方だね。やはりの証言を聞いていたあなたは自分の身が危ないと。うわぁ、うわぁ、来たカルマチッチッチタイム。そう焦ることはない弁護士。さっき言ったはずだ、証人は逃げたのではないと。ま、証言を聞くことだ。余裕たっぷりだな。最後までチョコたっぷりだな。検事も証人ももうなんか準備してるんだろうね、すでに。俺が何を言ってもどう対応できるように。逃げたとかそういうのではない。では一体何のために。全部に意義ありしてくるの君。それをこれから言おうとしておる。貴様は黙って人の話を聞けないのか。黙ってたら3分で有罪判決を食らっちまうよ。そうだよな、またあいつのエンターテインメントが始まっちゃうのよ。でも確かに言おうとしてたな。ここだな、餌をその買いに行っただけ。待った、餌を。さゆりさんはグルメでな、フランスの高級ペレットしか食べないんだよ。フランスの高級ペレット、町の大きなペットショ…でもさ、俺と迷いちゃんはボート小屋に行ったわけじゃん。そこの時に帰…その後に帰ってきたのか。町の大きなペットショップにしか置いてないんだこれが。でも逮捕されたのは今朝になってからですよね。戻ってねえんだな。なぜ管理小屋に戻らなかったんですか。いや、ちょっと道に迷う。怪しいね。親父さん、ボート小屋のおっちゃん、いやお父さんと呼ばせてもらおうか。怪しいね。まあ
証人は多少忘れっぽいところがある。警官が逮捕した時、彼は小屋に帰ろうとしていたのだ。うまいこと言ってくる。そんなの誰が信じるものか。ただな、はっきりとした証拠だったり矛盾がまだねえのよ。まあ、なるほど。道に迷った。お願いだから目を覚ましてくれ、裁判官！お前はなぜそんなに流されやすい。わしはそのこの事件には関係ない人間。嘘つけ。あなたは確か記憶がないんでしたよね。え、あ、まあそうだな。ならば事件に関係がないかどうかはわからない。え、そうだよな。なんだ今ピーって言ったな。あ、空気清浄機か。それとも記憶がないというのは嘘ですか。意義ありくんなよカルマちゃん。これあなたは自分が誰なのかちゃんと知っている。あ、来た。証人は記憶がないとはっきり証言している。そうでないというなら証拠を見せるのだ。くそ、人の頭の中のことを証明する証拠なんてあるわけないだろ。おとなしくなったようだな。では証人、続きをお願いしよう。そして動機というのですか。そんなものもありま、これでもう最後か。ラスト揺さぶりになるのか。待った、なぜ動機がないと言い切れるんですか。あなたは御剣と被害者の生倉弁護士を恨んでいて、その二人に復讐をしたのかもしれないじゃないですか。いやいや、何度も同じことを言わせるな。この証人には数年前より以前の記憶はないのだ。恨みなど持ちようがない。このクソ手紙をどっか、お前手紙燃やして捨ててそうだな。記憶がないというのが嘘だと証明しないと、同じことを繰り返すだけだな。ちょっといいですか、なるほど君。うん、いいけど、なんか嫌な予感すんな、その言い方。はい、何でしょうか裁判長。あなたはさっきから何度か同じことを尋ねている。すなわちこの証人に記憶があるかないかです。それがこの事件に関係があるのですか。あるね。ものすごくあるよ。うん、もちろんです。この事件には関係がない、自分には動機がない。これらの証言は完璧に嘘っぱちです。行こう。ただそれをあいつの記憶の証明をしなきゃいけないっていうのがむずい。静粛に静粛に。なるほど君、今の発言には問題がありますぞ。問題があるように見えるけど嘘っぱちなんだよ。つまりあなたはこの証人が誰なのか知っているというのですか。知ってるんだよ。もちろんです。ほう、それは面白い。我が輩も知りたいものだ。この男が誰なのか知ってるくせによ、こいつムカつくな。こいつさすが40年間無敗の男だな。あんたが知らないわけないだろ。なるほど君の心の中のツッコミ、思わない。なるほど君いい、構うな。あんなやつに構ってる場合じゃない。自分のプレーをするみたいなもんだ。もうサッカーだ、自分のプレーに集中しろ。なるほど君、この証人の名前を教えてください。そいつは、ハイネ・コウタロウだ。彼の名前は、ハイネ・コウタロウ。元、法廷係官です。ハイネ。どこかで聞いたことが。さすがに昔の事件、まあ、15年前だっけ？もうだとしてもさ、やっぱ有名な事件なのかな？裁判官も知ってるんだね。担当ではないのかな、さすがに。ああ、ハイネ・コウタロウ、 DL6 号事件の有名な事件だけあって、裁判長も知っていたか。さすがに知ってんのか。なんということでしょう。ビフォーアフターみたいな言い方すんな。裁判長、この男がハイネならば彼には立派な動機が来ると思ったよ。焦ってはいけない弁護士。
この証人がハイネ・コウタロウ面白い。しかし、それをどうやって証明するかな。そうですよね、うん、俺もそれ思う。どうしよう、今勢いで言っちゃってるけど、ナロド君。何度も言うようだが、この証人は記憶を失っているのだよ。ここが正念場だ。あいつがハイネであることを証明できない限り、先へ進むことはできない。ナロダ君、マヨイちゃん、どうすれば証明できるの？あの人がハイネさんだって。大丈夫だよ、簡単な方法がある。裁判長、その証人の指紋を調べてください。15年前の、ああそうなの、シンプル。なるほど君、そうか、あっちがそう言ってくると思ってこっちも準備していたんだね。15年前のハイネの資料と比べてみれば、さすがに指紋は取ってるわけだもんな。なるほど、そうですね。なんだ、おいおいおい、チッチッチタイムからのクックックタイムやめろお前。完全に上位互換のクックックタイム来てんじゃないかお前。え、もうエンペラータイム入ってない？特質系になってるぞこいつ。ん？何？それも準備してんの？なんか残念だね弁護士、この証人には。何それ？え？いやもうむちゃくちゃじゃん。後出しじゃん！何それ、指紋がない！いや待てよ、これ完璧だ。準備してやがる、指紋を消してるんだこいつ。この証人には指紋がないのだよ。え？指紋がない？起きろ。ああ管理人になる前、化学工場で働いていてな、薬品で指先を焼いちまったんだよ。いや違う、自分の身を隠すために消したんだ。なんですって。ハイネのやつ、自分の過去を消すためにわざと薬品を。そうだよな。いやちょっと待って、準備か。カルマ、指紋がないとすると、もう証明のしようがないでしょうな。くそどうするかね、弁護士。ちょっと待って、どうすればいいんだ。いやでも、このディエル旅行事件の弾丸なんて全然今関係ないわけだしな。この写真もだし、さゆりさんも関係ね。ちょっと待てよ。どうやら今度こそ勝負は決まったようだな。くそ、答えは全て分かっているのに。そうだよね、これってさ、本当になんか現実の裁判とかでもありそうじゃない？全部分かってるのに証明ができなくて負けるみたいな敗訴になっちゃうとかって、本当に現実の世界でもちょっとありそうだよな。そこって本当に平等だって言うのか分かんないけど、それが証明できない。このまま負けるわけにはいかないのに、何か方法はないのか。この証人が誰なのか証言できる人間はいない。なるほど君、なんとかならないの？まさか指紋まで消しているとは思わなかった。うん、思わなかったの。なるほど君と俺一緒に驚いちゃったの。え、指紋ないの？って一緒に驚いちゃってるぐらいだから。どうすればいい？どうする弁護士、苦し紛れにペットのオウムでも尋問してみるかね。うわ、もうなんだったら煽り、余裕が生まれていよいよ煽り始めてる。カルマが、くそ、勝ち誇りやがって。どうする？待てよ、
ナロド君ごめん。今の時間はしばらくナロド君任せになっちゃってる。いつか俺が力になるから。オウムをじ、ん？お、真に受けるな。ナロド君？オウムを尋問する？どうしたの？ナロド君。まさか？ああ、まゆちゃん。なんかそのまさかになるかも。あれ？裁判長、弁護側はカルマ検事の挑戦を受けようと思います。カルマ検事の挑戦だと？その通り。いや、すごい真面目なシーンだというのはわかるのだけど。とんでもない。ナロド君、真顔やめろ、お前。いや、いいシーンなのかな。いやー、めちゃ逆転裁判。これこそが逆転裁判。証人のオウムに尋問をさせていただきます。あー、ざわつけざわつけ。ゼシ君に、いかがですか、カルマ検事。聞くまでもなかろう。そんなもの却下だ。いや、カルマ検事、こっちもチッチチタイム使わせてもらうよ。却下じゃない、あんたが言ってきたんだろ、オウムに尋問してみろっていうのは。意義ありだ。待ってください。オウムを尋問しろと言ったのはあなただ。そうだよな。僕には尋問する権利があります。余計なこと言ったと思ってんだろ。そういうところ甘いね。完璧なカルマちゃんはどこに行ったんだい？そこまで言うのならば認めてやってもよい。ちょっと待って、情報見とこう。貸し棒とや主人のパートナー、名前はさゆりさん、オウム。これ以外の情報があるわけがない。待て！ DL65 事件を忘れるなっていうワードが、なんか他のワードも言わせねえんじゃないか、これ。もちろん、貴様が尋問した結果それが無駄だった場合は覚悟してもらうがな。なるほど、くん、無茶だよ。いや、今は無茶をする時間なんだ。どうだ、それでも尋問するというのか。もちろんさ。オウムを入廷させてください。尋問させていただきます。なんという馬鹿げたこと。カルマは全ての人間、証拠品に手を回している。逆転のチャンスは盲点であるさゆりさんしかない。そんな気がしたんだけど、違ったかな。ナロド君、それしかないんだよ。焦る必要はないさ。逆転のチャンスは意外なところから生まれるんだ。ガガリガン、オウムを連れてきなさい。オウムを連れてきなさい。どういう絵になるんだい、一体。オウムを連れてくる。おお。すっごいな。大事な事件なんだけどね。なんか第2話のおふざけパートでやりそうな。そう考えたら逆転裁判ってすごいね。全ての話がさ、なんかちょっとふざけてるぐらいの話とかじゃなく、全部大きい事件だよな、しっかりと。立派なオウムですね。お名前教えてください。すごい強烈オウム点点点点で、すごい証人の位置にオウムがいる。お名前。いや、言わないのよこれ。言わない、おはようしか基本言わないから。無視されました。小動物に無視されるのって結構答えるんだよな。いい、そんな考察。では証人、あなたの飼い主が誰なのか証言をお願いします。いけんの？あ、今私の証言のタイムねってさ、さゆりさんなるかな、今証言するんだねっていう時間に。てんてんてんに、自主的にいろいろ話せんの？飼い主の正体はって言って、はい、どうも、私はさゆりです。今回は証人としてとか始めたら俺びっくりしちゃうけどね。めっちゃ喋るじゃんって。
飼い主の正体は。お、おはよう、おはよう。でしょうね。え？怖。今の証言タイム怖。ふむじゃねえよお前。何がふむだよ。お前今ので何がふむなんだよ。怖。証言タイム怖。お前に証言させんだってこうなるって分かってたじゃん。短いし。おはようからは何も得れ。むあっさりした証言でしたね。では尋問をぶん殴るぞ。はい、どうするの、ナルオド君。尋問っつったってどうしよう、マヨイちゃん。おい、いつものポンコツコンビ出すな。いや、いける。飼い主の正体は何か違うワードを聞き出すんだ。質問をしよう。おはよう、おはよう。ここだ、揺さぶろう。待った。なんだ待ったって。証人、挨拶だけでは話は前に進まない。ちゃんと証言していただこう。じゃあ、迷いちゃん、お願い。うん、わかった。で、何を、おっと、何か忘れ、あっと、なんかこれ進みそうじゃないか。お名前は、金庫の番号は、何か忘れて、どれ、お名前、さゆりさん、金庫の番号。一、二、なんか、そう考えたら、いろいろできそうな気がする。どれだ？何か忘れていることはだっけ？これ言ってみるか。2日前。そうだよな。待って、これさ、さゆりさん、さゆりさん、何か忘れたことないかな。 DL6 号事件を忘れるな。ここだよ。これを言うたら関係者ってまずなるよな。でもここでさゆりさんにあの言葉を喋らせれば、あの親父が。いいね、いいよいいよ、すごくいいテンポだな。これでオウムを呼んだ意味が確実に出てきたな。あの親父が DL6 号事件の関係者だと証明できるはずだね。えさゆりさん、何か忘れたことないかな。でも怖いよね、急に DL6 号事件を忘れるなって言ってくんの。未だに忘れられない俺が。さゆりさん、行くんだ。言わない。待て、え、言わん、え、でもそんなこと、いや無理じゃないのか。だってその後にカルマがさゆりさんに会う時間もないし、ボート街は帰ってないわけでしょ。なんで言わないんだ。おはよう、おはよう。それじゃないんだよ。え、そうじゃないよさゆりさん。忘れたことはない？おはよう、おはよう。ダメだよ、ナロド君。言ってくれない。そんなバカな。なぜ言わないんだ。おいおいおい、そこまで。完璧だね。手を回しているのか。どうかしたかな、弁護人。まさか、まさか、カルマのやつ。こうなることを予想して。そんなことできる時間あった？あったのか。スタンガンビリビリの後に、オウムのところ行って、訓練。なんでお前オウム訓練し直す能力持ってんだ。忘れたことを聞かれてもこ。おい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 、やるなこいつ。忘れたことを聞かれても答えやんようにと。ってなったら、とにかく、あ、今揺さぶればよかった。さゆりさんから情報を引き出して、ハイネさんだっていう証拠を裁判長に見せないとね。おはようおはようじゃなく、こっちは待った。
証人、黙ってちゃわかりませんよ、黙ってちゃわかりませんよって言っても多分伝わってないのよ。我が輩には喋ってる貴様の方が理解できん。とにかくさゆりさんから情報を引き出して、ハイネさん、ああやばいやばい、ループしてる、すごくどうでもいい短時間のループしてる。ここを揺さぶればいいのか。待った証人、挨拶だけでは話は前に進まない、ちゃんと証言していただこう。あ、これで、なるほど、他のやつを選ぶ。あ、なるほどね。じゃあお名前、あ、これ全部選べんのか、もしかして。お名前いくか。お名前は、名前を言わせてみるか。さゆりさん、さゆりさん、お名前は。さゆりさん、さゆりさん。言ったな、全部おはように上書きしてるわけじゃないんだね。なるほど君、このオムがさゆりさんであることは分かりました。それが管理人の正体と何か関係が、関係が、貸し棒と屋主人のパートナーの名前、ちょっと待って、一回全部見てくか。弁護士バッジ関係ないでしょ、これ見れない、約1メートルの距離から撃たれて、でもこれも関係ないよな多分。で、待って待って、全部のところに何かがヒント隠されてるかもしんない。はい、あいさとまいこ関係ない、ひょうたんこ、もうここの事件の話はもう進んでる。死体から検された凶器のピストルと洗浄痕が一致、人物ファイル、D65 事件の容疑者で、かつての法廷の代わりかね、現在はボート小屋の、関係ねえか。で、関係ない関係ない、さゆりさんの、ここ証拠品でも何でもないもんな。 D65 事件の資料を、事件概要、現場、あれ俺これ、あれ俺これ見てなくない、あれ俺これ見たっけ。地方裁判所エレベーター内、2001年12月21日1228、発見時エレベーター内は極度の酸欠状態だった、現場付近からは一切手がかりは発見、手がかりはなかったのね。被害者のデータ、三剣信弁護士、敗訴した帰りに士族のレイジと共にエレベーター内に閉じ込められた、心臓から発見された一発の弾丸によって死亡。ちなみに凶器は2発撃たれて、おい、ちょっとこれなんで俺読んでないの。凶器は2発撃たれている、矛盾。容疑者のデータ、ハイネ光太郎37歳、三つ親子と共にエレベーターに閉じ込められた法廷係官、極度の酸欠状態で記憶を失う、逮捕された直後、婚約者の松下さゆりが自殺、見つけた。でもハイネはハイネで辛い思いしてるな。ただ悪いな、今は証拠が必要だったんだ。見つけたぞ。いや待て、この感じだと俺はまだ見てないものがある。え、待ってね、ごめん、時間かかるかもしんないけど何度でも見るぞ。エレベーター内に閉じ込められて、心臓から発見された一発の弾丸に、一発の弾丸で死亡だけど2発撃たれている。で、この写真を見比べてみよう。一回心臓に一発撃たれてるけど、これはん、どう撃たれてることになるんだ。だってさ、エレベーターの扉のドアの部分にもあるわけでしょ、外から撃たれてる。いやそんなことないよな、ミツルキが投げたピストルが暴発したか言ってたもんな。た、え、やばい、面白い、謎に謎が深まっていく。ミツルキ神の心臓から摘出された弾丸、洗浄痕ははっきり残っている。まずは管理人の正体と何か関係あるね。ありがとう、なるほど君、改めて確認させてくれてありがとう。もちろんあります。ふん、面白い、オウムの名前が管理人の正体を証明するというのか。ではその証拠を見せてもらおうか。なるほど君、ハッタリもほどほどに、迷いちゃん、今そのまま進めてたらハットリになるところだったわ。ハットリって誰、いいかい、僕たちが証明するのは管理人は誰かじゃない、管理人はハイネだということなんだ。つまりさゆりという名前とハイネを結びつければいいのさ。裁判長、
オウムの名前が管理人の正体を明らかにするという証拠は。危ない、このまま今このオウムのさゆりさんで行くところだったよ。 DL65 事件の資料だね。くらえ。 DL65 事件の資料ですか。さあ、そう来ると思ったよ。資料といってもかなりの量がある。弁護人が言う証拠とはどのページがあるか、そこまで示してもらいたい。ああ、示せるな。ふむ、弁護人、では示してください。オウムの名前と関係する資料のページは概要ではない。被害者は三剣のお父さんだから、容疑者ハイネだ。それは容疑者のデータのページです。ん？ここにはハイネ光太郎のデータが書かれています。彼が逮捕された直後、婚約者が自殺していますね。うん、確かに資料に書かれていますね。婚約者の名前は松下さゆり。そういうことです。彼は自殺した婚約者のことを覚えていた。だからペットのオウムに婚約者の名前をつけたんです。なるほど、考えられることですね。そうだよね。ハイネが、いろいろそうだよな。大変な、いやーわー、大変な思いをして、これは辛いかもな。やり。そんなものは偶然に過ぎない。我が輩の孫が飼っておる犬は、竜というが、弁護士、貴様。我が輩の孫の婚約者が？孫はまだ7歳だぞ。あ、カルマちゃん、小学生になったの？急に。なんだよお前、じゃあよじゃあよ、これはこういうことかよみたいな小学生レベルの反論。うむ、そうですね。そうですねじゃないよ。確かに。いやまあ偶然と言われたらそうなっちゃうか。こんなに揃ってんのに。確かに、それだけでは根拠として弱い。これは何かをどうにかしてさゆりさんに DL65 事件を忘れるなを言わせたい。できないのか。もう一つぐらい何か欲しいところですね。そうだ、なるほど君、でも一歩前進だよ。あと一つ何か手がかりをつかめば。迷いちゃんいいね。ここでもうダメだよとか言わないで一歩前進してるよっていう前向きに言ってる迷いちゃんいいな。そうだな。では証人、証言を続けてください。だったここに言っても意味ないってことなのかな。待った証人挨拶、あ、これだね。さて、じゃあ一個やってない、この金庫の番号も行くか。金庫の番号を言わせてみよう。1228だよな。え、金庫なんで。まあまあ、とにかくやってみなきゃ。いや待って、ということはさ、12月28日が1228と一緒だっていう風に言えるっていう流れになるんだよな、きっと。でもそれも偶然だってなっちゃったらどうすんだ。とにかくやってみなきゃ始まらない。さゆりさん、お部屋にあった金庫の番号を教えて。おい待て、違う、1228を言わなくなってんじゃないか。あ、めっちゃ言う。いろいろ先走って考察しまくった結果、全然めっちゃ言うじゃん。これめっちゃ言う。これもうおはように済まされんのかと思った。やばい、楽しい。1228 1228。ずいぶん不用心なオウムですね。で、なるほど君、まさかこの番号が管理人の正体と関係あるね。関係があるからこそ証言してもらったんですよ。いや、最後の法廷にしたらまだ全然簡単に解けるな。ふっ、バカバカしい。金庫の番号が管理人の正体を語るというのか。それならば証拠を見せたまえ。金庫の番号と
管理人の正体を結びつける証拠だ。いや、カルマちゃん、なんかヒントくれてんだよな。金庫の番号と管理人の正体を結びつける証拠ってなんだろう、答えてみようみたいな言い方としてはね、先生みたいになっちゃってるけど。で、待ってね、一応他の消去法でも行く。1228って書いてあるもの以外はまずゼロ、何もなくなるとなると、確実にこの資料になるわけよ。2つのパターン、怪しいと思っている証拠かつ消去法、どっちも使うことによって確実に1つが結びつけられる。くらえ。DL65 事件の資料、貴様はよほどその事件がお気に入りのようだな。なるほど君、この資料のどこに金庫の番号が関係するというのですか。はい、概要だよな。それは事件概要のページです。事件概要ですか。正確には事件の起こった日付です。事件が起こった日、12月28日、15年前のまさに今日の日付ですね。そして金庫の番号は1228、12月28日です。あ、 DL65 事件が起こった日付を金庫の番号にしてあるんですよ。カルマちゃんは来るのかい。彼にとってその日付はそれほど意味のあるものなんです。なるほど、不思議な一致ですね。確かに日付を暗証番号にするというのはよくすることです。よりきたか。さあ、なんという、そんなものは証拠にはなるまい。我が輩のキャッシュカードの暗証番号は言わない方がいいと思うよ。そんな簡単に言わない方がいいと思う。4649、よろしく。え、ダッサ、わかりやす、こわ。我が輩のキャッシュカードの暗証番号は4649だが、これはよろしくの語呂合わせで、日付とは何の関係もない。いや、そう言われたらもう全部言えちゃうんだよね。やっぱさゆりさんから DL65 事件の話をどうにかして聞き出すしかない気がするんだよな。そこまで、そこまで。もう一回ないっすかね、笑顔を咲くさくらんぼ状態で。あ、なんかさゆりさんにここら辺を、いや、でも言葉じゃなく見せたことによって進むとかもあんのかな。この写真とかを見せたらさ、違うのかな。そこまで。どうやら結論が出たの。結論が出たように思います。考えるまでもない、これは単なる偶然だ。そうかもしれません。しかし裁判官、単なる偶然は二つ重なることはありません。何を言う裁判長。おっと、ボート小屋の管理人を呼んでください。すぐに。おっと、証人、あなたの名前を聞かせていただきたい。いやり。待ちたまえ。この証人は。やっぱ。鳥肌がやばいよ。本当に面白いよ。なあ、逆転裁判。このゲームは面白いね。もういいですよ。うわーい、急に凛々しい顔。私は目的を果たした、それで十分です。ナロド君、なんだか雰囲気が全然違うよ。あれが彼の本当の姿だったんだよ。世間から身を隠すために彼はずっと15年間
芝居を続けていたんだ。15年長いな。で、心神喪失っていうことで、生蔵にはそういう勝つためだけに自分のことを信頼してもらえないで、で、婚約者は自分の命を、いや辛いよな。証人、改めて伺いましょう。あなたの名前は？ハイネ光太郎と申します。15年前までこの法廷で係官を務めておりました。静粛に。ハイネ光太郎、あなただったんですか。生倉弁護士を殺害して、その罪を三つ剣霊司に着せようとした。はいね、その通り、すべて私がやりました。はいね、辛いのはわかるけど、ダメだよ。人を殺すのは絶対にダメだ。絶対にやっちゃいけないんだな。復讐によってそれが報われるならっていう気持ちを俺は否定できない。絶対に殺しちゃいけないって分かってるけど、復讐が絶対やっちゃいけないことだとも言えないよ俺はね。偽善のために何かは、もう全てを偽善で言うことはできるよ。いや、人を殺すのは絶対良くないよって、そんなのさゆりさんもそんなこと喜ばないよとかさ、そんな綺麗事は並べれるけど、復讐でその人が報われんだっていう、俺も悪の心持っちゃってんのかな。全部が全部否定はできねえわ。はいね、15年前の事件で私は被告席に立たされました。生倉弁護士は私の精神状態を問題にしました。無罪になるためだと生倉に説得されて、私は、その時本当にパニックってはいたけど、心神喪失ほどではなかったわけだもんね。この言い方だと心神喪失の芝居をする羽目になりました。無罪を勝ち取るため、生倉が負けないためだけにそう言われたのか。私は無実だったのに、彼は信じようとはしなかった。信じるところから始まるのにな。無罪にはなったものの、私は全てを失っていました。仕事も婚約者も社会的な立場も何もかも。いや、もうつりゃーつらい。これでさらに15年間自分を隠し続けて、自分を出してしまうと世間からは冷たい目で見られるから、で、何か社会的なことをしようとしても、この事件のことを掘り返されて、愛する人はこの世にいない。それから15年経った今年になって、私の元に一通の封書とピストルが届いたのです。それには今回の計画が細かく書かれていました。私の人生を破滅させた人物に復讐する計画。差出人が誰なのか、そんなことは問題ではなかった。15年経っても憎いっていう心は変わってなかったってことだもんね。でもこれさ、なんだろう、犯罪のなんか教唆的なのにならないのかな。まあ、手紙をもうカルマは捨ててるわけだもんな、きっと。殺人教唆的な、15年経った今になってやっとチャンスを得たのです。生倉幸男と三剣霊司に復讐できるチャンスを。生倉はわかるけどよ、もう思い残すことはありません。ちょっと待ってください。そうよね、いや本当にそうなのよ。三剣賢治に対する復讐、それは一体どういう意味なのですか。それは私の口から言うべきことではありません。三剣霊司本人に聞いてください。とにかく生倉弁護士を殺害したのは
私です。ということはこの一つの事件である氷炭湖の事件はとりあえず解決したってことにはなるのか。じゃあここら辺はもう今後使わないってことなのかな。行こっか。カルマーケンジ、ハイネコータローは緊急逮捕した。自白の内容におそらく間違いはないだろう。ということは剣麗司被告は無罪だろう。この件に関しては、この件に関してはか。ふむ、わかりました。では被告、証人席についてください。まだいくつもの謎が残っています。しかしとりあえずあなたの容疑は晴れました。生倉弁護士殺害事件について判決を下したいと思います。意義はありませんね。ないな。このまま順調に進むと思えないんだよな。この後だよな、この DL65 事件の。おかしい。なぜカルマケンジは何も言わないんだ。そうだよ。いや、なるほど君、準備はしてるはずだよ。あいつは完璧だから。では剣麗司に対する判決を言い渡しましょう。無罪。これで喜んでいいんだ。ただ終わるのかこれ。では本日はこれにて閉廷。終わりか。いいなり。みつるぎ、そしてカルマの完璧な表情。みつるぎ、お前だな今の。今の意義は一体どなたか。カルマじゃない。ということはまさか、みつるぎ。裁判長、ただいまの判決に異議を申し立てる。どういうことですか。なんで今の判決は無罪でいいだろう。私は無罪などではない。聞いての通り、アイネ・コウタロウは復讐のため殺人の罪を犯した。何のための復讐だったのか、それは言わなくていい。ミツルギ、ナロダ君、ミツルギケンジ、自分が犯人だって言おうとしてるよ。 DL65 事件の真犯人は自分だったって。何を突きつけんだ。違うよな。お父さんを死なせちゃったのは自分だって。いや絶対に違う、絶対に違うっていうのも分かってるけど、証拠も何もなく、ただただ違うっていうことしか分からない。しかもそれも俺の謎の自信なだけ。まずい。どうする。申し立てよう。異議あり。判決はすでに下されました。三つ剣の発言は異議あり。異議あり、異議あり、異議ありか。昨日もこんなことがあった。有罪判決が下った直後、ある証人が異議を唱えた。やはりのことか。我々は聞かなければならない。剣麗司の言葉を。その通りです。私たちは聞かなければなりません。始まんのか。おいおいおい、そのままの流れ始まんのか。この15年間、私はある夢に苦しみ続けてきた。ただの夢だ、そう自分に言い聞かせてきた。しかしそれは夢ではなかった。ハイネ・コウタロウは犯人ではなかった。それはあなたの父上が亡くなった事件のことですか。
撃たれた距離から考えて父は自殺でもなかった。そう、全ては明白だった。犯人は、あの事件の犯人はこの私自身だったのだ。裁判長、私はここに罪を告白する。まさに今日時効となる DL6 号事件について、犯人はこの私なのだ。やばいな、もう実況なんてできないんだけどね。ただただこのゲームをもう俺夢中になって入り込んでやりたいから、自分のトークなんてしたくなくなっちゃう。ただただどうなるのかを見届けたい。なんだったら実況もう話さないで、もうプレイ動画でいいかな。この後静粛に。ちょっと待って、ただ待って、ちゃんとやりたいから鼻かんでいいですか。いや、暑くなりすぎてこんな真冬なのに T シャツでやってるわ今。じゃあ行きますね。静粛に。恐るべき事態が発生しました。無罪になった被告人が全く別の罪を告白している。しかもその事件は本日が時効なのです。一体どうすべきか。決まっておる。この場で裁いてしまうのだよ。この男の15年前の犯罪をな。すごい背筋ピンだね。三つるぎものすごく姿勢がいいね。ありがとう。5分間の休憩ごめんね。俺だけ先に休憩取っちゃった。鼻かんで水飲んでトイレ行って T シャツになってごめんなさい。ここで5分間の休憩を取りたいと思います。その間に私たちが取るべき道を決定したいと思います。では休憩に入ります。一旦休憩か。これで12月28日午後2時24分地方裁判所被告人第二控え室。不穏な BGM のままなんだな。本当にすまない。なるほど、君の努力を無駄にしてしまって。三つるぎ源氏、自分にはまだ信じられないっす。まさかあなたがお父さんを。私だって信じたくないさ。しかし事実だ。私は罰を受けなければならない。いや、でも夢なんだろ。なあ、悪夢なんだろ。それがまだ現実って分かったわけじゃないんだから。いかなる理由があっても殺人は殺人なのだ。うん、これはハイネにも言えることなんだよな。復讐は復讐なのだになっちゃうよな。なんてこたす。お、ナロード君、何してるの？ん？ああ、法廷記録の内容をもう一度チェックしてるんだよ。これから証明しなければならないからね。証明するって何を？決まってるだろ。三つ剣霊司の無実だよ。いいな、ナロード君。俺とナロード君だけは諦めちゃいけないもんだ。何を言ってるっす。三剣源氏は認めてるっすよ。その自分の罪を。悪いけど三剣、僕は信じてないんだ、お前の悪夢なんて。なんだと。悪夢は所詮悪夢だよ、現実じゃない。現実に起こったことはこの法廷記録が知っている。とにかく本当の勝負はこれからさ。僕には証明できるはずだ、君の無実を。ね、そうだよ、ナロード君。そして何より、迷いちゃんが必死な思いで証拠を出してくれたんだよ。スタンガンを食らってでも、これを使わないまま終わるわけがないだろう。DL65 事件の弾丸、三剣真の心臓から摘出された弾丸、戦場痕ははっきり残っている。一旦もう一回見ておこう。ちゃんとエレベーターには極度の酸欠状態だったが、現場付近からは一切手がかりはなかったのね。
で、ここも、ここ大事だよな。凶器は2発撃たれているわけだから。でも一発の弾丸によって死亡してるんだ。 OK。 なるほど。12月28日午後2時30分地方裁判所第三法廷始まる。これが最後かもしれない。行こう、ナロード君。では審理を再開しましょう。いいか裁判長、ミツルギレージは自らの罪を認めている。まず彼の証言を聞こう。そして無駄だと思うが、弁護士が尋問をする。 DL65 事件は今日で時効が成立してしまう。変則的だが、こういう手順で審理を進めたい。なるほど。弁護人異議はありますか？ありません。それで結構です。カルマ、こうなることを最初から計算していたのか。ずっと完璧だな。わかりました。ではミツルギレイジ、証人台についてください。始まる。証人、名前と職業は？一応指定関係なんだもんな、ここも。ミツルギレイジ、検事をしている。今から15年前、証人は父親であるミツルギ神を誤って死なせてしまった。間違いないか？言うな。間違いないって言うな。ミツルギ、間違いない。ではその時のことを証言してもらおう。昨日ミツルギの話を聞いていて、一つだけ納得できなかった点があった。そこを追求していくか。なんだっけ？ナロド君、一旦お任せ。お願い、行こう。さあ聞くぞ。集中だ。 DL65 事件自供、また嫌なテーマだな。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。その帰り、地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。うん。父とハイネは次第に落ち着きをなくして争い始めた。その時、私の足元に何か重いものが当たった。私はそれをハイネに投げつけた。争いを止めようと思ったのだ。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえた。ものすごい悲鳴だった。今でも忘れられない。それが全てだ。まあ、いけそうなところは確かにあるな。そして重いものが当たったっていうのが、確実にそれが銃だっていう証拠はあるのか？私が投げたのは本当に銃だったのか？確かに暴発とは言ってたけどさ。ふむ、証人はこれまでその記憶を夢だと思っていたのですね。私たちは5時間エレベーターに閉じ込められていた。エレベーターの中は酸欠状態になり、私はその時の記憶を失ったのだ。ふっ、ハイネと同じ症状を主張するわけか。わかりました。ではナロード君、尋問をお願いします。はい、行くぞ。まずは揺さぶっていこう。何か、そうだよな、揺さぶってさらにそこから広がるっていうルートもあるから。私はその日、父親の法廷を見るため裁判所へ行った。待った。その日、お父さんはどんな事件を？よく覚えていない。覚えているのは2つ。父が負けたことと、カルマ検事が相手だったことだ。カルマ検事が相手だったこと。カルマ検事、カルマ検事、あなたが扱った事件でしたか。15年前のことだ。覚えてんだろ？嘘をつくな。もう俺は逃がさないぞ、お前を。15年前のことだ。細かいことは覚えておらぬ。
確か三つ剣の父親に不正を指定されたんだっけ、不正を指摘されたんだっけって言ってたよね。なんか初めての不正指摘みたいなこと言ってたもんね。それまで完璧だったわけだもんな。その帰り、地震によって私たちはエレベーター内に閉じ込められた。ユサブロ、閉じ込められたのは君も含めて3人だったな。そうだ、私と父と、ハイネ係か。最初はどうということもなかったのだが、数時間待っても助けは来なかった。数時間待っても助けは来なかったと。ここも大事なのかな。来なかったわけだもんね。いや、来なかったっていうワードがなんだよ、なんかーいってなっちゃう。父と愛の次第に落ち着きをなくして争い始める。待った、ここも大事そうだな。全部大事そうだな。その時君はどうした。私は当時9歳の子供だった。何もできるはずがない。怖くて隅っこで震えていた。いや、うん、そりゃそうだよ。だってさ、知らないおじさんがお父さんと揉め、いや怖いよそれは。しかし私の、あー、これで自分の9歳の自分に何ができるかって思った時にうわーってなって、それが、いやー、あった。それは何だった。ピストルだ。おそらくハイネ係官のものだったのだろう。ホルスターから落ちた時、安全装置が外れたのだ。証人はそれを拾った。そしてそれをどうしたか、私はそれをハイネに投げつけた。争いを止めようと思った。止めようと思って、いや確かにね、これ三剣の悪夢のまま行くと、またそういうことになるよな。君はそれをピストルだと知っていたのか。ああ、分かってたんだ。なんとなく分かっていた。どんなに危険なものなのか。しかし酸素は薄く、私はパニックに陥っていた。とにかく貴様はピストルをハイネに向かって投げたのだな。夢中だった。次の瞬間、一発の銃声、そして悲鳴が聞こえたと。待った、銃声は一発だけだった。お、いいね、俺も気になってるところだよ。ああ、あれを投げつけた後、私は気を失ってしまっていたらしい。あれ以来頭の中にいつもこだましているのだ。一発の銃声と恐ろしい悲鳴がな。いや、それはもうトラウマだよな。もうなかなかこびりついてずっと今の今まで離れないわけだもんな。ただ一発の銃声、そこがヒントになっている気がするんだよ。二発撃たれているわけだからさ。だから三つ剣が気を失った後にもう一発撃たれたってことになるのか。かつこれだけでもなく、これもヒントになっている気がするんだよ。このエレベドアの部分に立っていて、お父さんの銃を貫いてドアに当たったっていう可能性ってあるのか。心臓から発見された一発の弾丸だから、貫いてはいないんだよ。だから2発やはり撃たれてる。そうだ、外からなのか中からなのかわからないけど、でハイネじゃないわけだもんな。いや、これは進めていこう。悲鳴？ものすごい悲鳴だったと。待った、今でもそうだな、はっきり耳に残っている。おそらく一生消えることはないだろう。ああ、たとえこの事件が解決したとしても、その声は離れられないのかな。やはり証拠と矛盾している部分がある。それが一体何を意味するかはわからない。とにかくそこを追求するしかないな。うん、わかりやすいね、ここは。一周回ったわけだから、次第にじゃなく足元でもなく一発の銃声だよな。ああ、ここだな。ここに突きつけていいのか。あ、待って、でもこれどっちだ。これも2発っちゃ、いや違うな、こっちだな、こっちだな。ここに確実に2発撃たれてるって書かれてるから、こっちで行こう。意義あり、銃声は一発だったんだな。
それは間違いない。エレベーターの中に響いたあの音、そして悲鳴、それを聞いた私は気が遠くなってそのまま救助されるまで気を失ってしまったのだ。なるほど。それはおかしい。もう一度この資料を見てください。被告人の証言とは明らかに矛盾している。飽きもせずまたそのファイルを持ち出してきたか。我が輩は認めないぞ。ページを示さん限りはな。ページ示せちゃうのよ、カルマちゃん。何もなくページを示さん限りはってヒントを出すな。ページを示すんだったら話聞くようじゃないのよ。被害者のデータだな。資料の被害者のデータを見てください。ここにはっきり書かれています。凶器は2発撃たれていると。さあどうする、どうするんだいカルマちゃんよ。ミツルギレイジは銃声を1発しか聞いていない。しかし現実に凶器のピストルは2発撃たれているのです。1発はミツルギがピストルを投げたことによる暴発。するともう1発は一体誰が撃ったのか。ふむ、すると2発目を撃った人物が他にいたということですか。やり、裁判長、忘れてはいないだろうか。この事件は15年前に起こった。証拠も古い。ピストルは確かに2発撃たれている。しかしその2発目がいつ撃たれたのか。チタイム。もしかしたら事件の前日に撃たれたのかもしれない。2発目の発砲が事件と関係があるという…おっと危ない、危ない。そうか、そうだ、危なかった。そのためのこの写真なんだ。ここで…そうだ、危ねえ。確かに以前に撃たれてると思ったけど、この写真が確実にこの時に2発撃ってるっていう証拠になってんだ。心臓に残った一発と外から一発撃たれてるっていうのはありえないから、二発目がある。二発目の発砲が事件と関係があるという証拠はないのだ。なんだと。ナロード君、大丈夫だ、俺が分かってる。ふむ、なるほど、確かにそうですね。ナロード君、どうですか。凶器のピストルは確かに2発撃たれています。そしてそのうちの1発は当時少年だった被告人が撃った。ではもう1発が事件の際に撃たれたという証拠はありますか。あるな。裁判長、どうやら証拠を示すのは可能のようです。なんだと。そんなバカなことが。お前の完璧を崩してやるよ。まあまあガルマ検事、驚くのは証拠を見てからにしましょう。ではナロド君、見せてもらいましょう。凶器のピストルが2発撃たれたのが事件当時だったという証拠は俺は示せるんだよ。じっくり何度も証拠品を見てきたからな。ただ俺は全部完璧カルマを上回る完璧でいこう。ないない、いや待て、これあるのか。ない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 な。いやつ撃たれた、これはさっき示した証拠だ。で戦場、これもいやつ撃たれたという証拠にはならない。これだ、間違いない。行くぞナロド君。くらえ。この写真を見てください。これは15年前の現場写真ですか。凶器のピストルは事件の際に2発撃たれたのです。写真がそれを証明している。だってどういうことでしょう。この写真のどこにそんな。この裁判長本当に分かってんの。裁判長ね、本当俺も思うのよ。なんかどっちにもどっちつかずな答え出したりかと思ったら急に正義出してきたりかと思ったら急におバカになったり。
裁判長にこの写真のおかしいところを示そう。一発は心臓から取り出されていて、そのもう一発がなぜかここに撃たれているっていうわけなんだよ。行こう。くらえ。言うまでもなくここです。エレベーターのドアに弾痕が残っていますね。いいですか。ミツルギシンはピストルで撃たれて死んでいる。エレベーターのドアにも弾痕が残っている。そして凶器のピストルは2発弾丸が撃たれている。つまり三剣以外の誰かが2発目を撃ったことになる。そしてそれは誰か、考察するにもうなんとなく分かってしまうが、ここで急に新たな人物が出てくると思えない。いや、驚きだな、これは完全に。ただこれ進めていかなきゃ分かんないもんな、まだ。静粛に。なるほど、くんどういうことですか。簡単なことです。事件があった時、2発の弾丸が撃たれました。一発は三剣真の心臓を撃ち抜き、もう一発はエレベーターのドアに当たった。しかし被告人は銃を暴発させた後気を失っています。つまり2発目は誰か別の人物が撃ったとしか考えられない。なるほど。その誰か別の人物とは当然真犯人です。いやり黙っちゃいないよな。黙っておればいい気になりよって。いいか、 DL65 事件の資料をもう一度よく見たまえ。事件概要のページだ。今多分読んでくれるだろうけど、俺はもう一回見るね。発見時エレベーター内は極度の酸欠状態。一切手がかりは発見されず。ここか。事件概要1ページ目か。そこにこう書いてあるではないか。現場付近からは一切手がかりは発見されず。もしピストルが2発撃たれたのならば、現場付近から確かにもう1発の弾丸が発見されているはずだ。確かにそうですね。しかしもう一発の弾丸は発見されていない。なぜか2発目の弾はなぜないんだ。救助しに来た人たちが、そして警察も来るわけだもんな。2発目の弾丸など存在しなかったからだ。ミツルギレージによって発射された1発の弾丸が父親の命を奪った。それが全てなのだ。でも2発撃ったっていう証拠もあるわけだぞ。おいおい、それは無理があるんじゃないかい、カルマちゃん。ドアの弾痕は何か他の原因でできたのだろう。静粛に。言い方。なるほど、くんは見事に証明しました。凶器のピストルは事件があった時2発撃たれたはずだと。しかしカルマ検事の言う通り、2発目の弾丸は発見されていません。警察の捜査で弾丸を見落とすことなどまずありません。私は向こう弁護人の証明は2発撃たれていいよ。なぜなら現場からは弾丸は1発しか発見されなかった。賢明な裁定に感謝する。なんてこったパンナコッタ。2発目の弾丸なんて存在しなかったのか。全てはそんなわけない。なるほど、くんそんなわけないんだよ。すべては僕の、くそ、2発撃たれててこの証拠2つあったのに、僕の勘違いだったのか。どうしたの、
なるほどくん、異議申し立てないの？ごめん、迷いちゃん。え？どうやら爪が甘かったみたいだ。なるほどくん、2発目の弾丸が存在しなければ僕の推理は成立しない。そんな、なるほどくん、言ったじゃない、必ず助けるって。ごめん。いや、え、ないよな、だってこれも違うもんな。現場写真を見たとき、2発の弾丸が撃たれてるって思って、それで勝てるって思い込んじゃったんだ。誰か別の人間が2発目を撃って被害者を殺害したんだって。いや絶対そうだ、いやそれは間違いないはずなんだよ。証拠がないだけだ。でもそんな簡単なはずないよな。15年間解決されなかった事件なんだ。なるほどくん、終わるな終わるな。おかげで事件ははっきり整理されたようですね。現場から弾丸は一発しか発見されていない。その一発は三剣玲二が暴発させたもん。おいおい、じゃあこっちの照明は何らかの影響で穴が開いたって、そっちの照明はどうなんだって話だけどな。偏ってないか意見が。その通り。最後に三剣玲二に確認します。今までの審理を聞いていましたね。はい、何か異議は？三剣、三剣、ありません。あなたは殺意はなくとも父親を殺害しましたが、言うな、絶対に自分の口でそれを言っちゃいけないぞ三剣。言うな三剣。そう思います。三剣さんが認めちゃった。わかりました。三剣新殺人事件は本日で時効が成立します。したがって被告人は本日中に判決を下さなければ。なるほどくん、意義ありを言え。今こいつ、本日と言わず今お願いしたい。そうですね、何か意義の。なるほどくん、もういい、なくてもいいから言え。以前にもこんなことがあった。確か初めてこの席に着いた時だ。言うべきことはいくらでもあるはずなのに、頭が真っ白になって何も言葉が見つからない。なるほどくん、いかがでしょうか。ダメだ、認めちゃいけない。意義あり。裁判長、その異議を申し立てます。弁護士、どこに異議を差し挟む余地があるのかな。なるほどくん、ちょっとそうだよ。いやでも終わらせるわけにいかねえんだよ。ダメだ、文句のつけようがない。今二発目の弾存在するはず。やばい、なんでだろう、なんでだろう。鳥肌よりもなんか涙腺の方に来てる。千尋さん、迷いちゃん、な、何？今何か言わなかった？あ、迷いちゃん、あれ？知らないよ。二発目の弾丸が存在する、存在する。どこに？そんなバカな。え、待って。
てこの証拠品にあるのか。どこ、いや、そんな、そんな写真から見つけろなわけがない。誰かが持ち去った。も、犯人が持ち去ったのか。何のために、証拠を隠すために。いや、そ、なんでそんな簡単なことに気づかないんだ。どうやら待つのは無駄のようですね。待ってください。その2発目の弾丸は存在したんです。なんですって。そんなものはなかったと証明されたばかりですよ。分かってるんですけど、もう嫌気だ。その、誰かが現場から持って行っちゃったんですよ。バカ、一体誰が。犯人ですよ、犯人。犯人だと、一体誰のことだ。それは今考え中です。犯人が弾丸を持ち去った、一体なぜですか。え、第一、どうやって。いや、そう、今証拠を消すためなのは間違いないよな。第一、どうやって見つけたんですか。撃った。いや、そうだよね。そんな弾を近、なんかさ、弾をポンって投げるわけじゃないんだから。しかも弾も小さいし、そんな簡単にできるようなことじゃないよな。撃った弾丸を探すなんて大変な作業ですよ。犯人には弾丸を探す必要が。いや、でもこれは証拠を消すためだから探す必要があったってことなんじゃないのか。ああ、もちろん必要があるから持ち去ったんです。一体それはどんな理由だ。それは、犯人が現場から弾丸を持ち去った理由は、弾丸が証拠になるとしか言いようがない。言いようがない。多分弾丸が証拠になると思ったので。なるほど、その顔やめろ。証拠、特別な弾丸だったので、わざわざ。それならば、いや、確かに。でも指紋が残るかなみたいな。あ、でもそしたら手袋はめるか。それならば、ミツルギシンの体内の弾丸も持ち去ったはずだ。え、一発だけ持ち帰るなんて不自然ではないか。そうですね。なるほど、くん、もっとちゃんと考えなさい。バーくらったあれ、こんなん、ちょっと待って、今まですげえ分かりやすく来てたのに、ちょっと待って、証拠になるから持ち帰った、だったら三剣神道を持ち帰るべきだっただろう。確かにそうだな、確かにそうだな。くそ、痛いな。弾丸を探す必要が、え、なかったわけないもんね。もう一個の方行ってみよっか。でも、もう一個ってさ、これ一緒だよな。それは、犯人が現場から持ち去った。用心深い性格、同じじゃない。だとしてもよ、用心深いんだとしたら、なおさら三浦義信の方の弾丸も抜くんじゃないのかって。いや、そんな時間がなかったとかない。一発は探せたけど、もう一発三浦義信から取ろうとしたら、もう人が来ちゃったみたいな。犯人は用心深い性格だったんですよ。だからわざわざ弾丸を、同じこと言っ、となると弾丸を持ち帰る必要などなかったってことか。え、確かに、ずっと同じ。はい、すいません、ペナルティー。くそ、痛いな、ここに来て連続のミス。なかったんだ、弾丸を探す必要なんて。じゃあ、犯人がわざわざ弾丸を持ち去る理由、
そんなの思いつかないぞ。いや、そう、うん、思いつこうと思ったんだけど2回ミスったから。どうしましたか弁護人。いい犯人に弾丸を持ち去る必要などない。それを認めたくないのだろう。千尋さん、やむを得ず持ち去った。やむを得ず、やむを得ず、どういうことだ。発想逆転して、お前なんか泣いちゃう。もうほんと涙腺ゆるゆるおじいすぎてさ、感動シーンとかじゃないのに、なんかこの千尋さんが発想一番最初の裁判を思い出すな。逆転裁判だ。発想を逆転しろ。持ち去った理由ではなく、持ち去らざるを得なかった理由を考えるの。持ち帰らなきゃいけなくなってしまった。なるほど君。はい。よくわからないけど、よくわからないけどじゃねえ。確かに犯人に弾丸を持ち去るつもりはなかった。でもやむを得ず持ち去ったんだと思います。やむを得ずですか。どういうことでしょう。例えばそのわかるかよそんなの。例えばその弾丸は なるほど。いや、あるぞその線。例えばその弾丸は犯人に当たったとか。弾丸が犯人に。いや、例えばですよ、自分に当たっちゃったら持ち去らざるを得ない。確かに、弾を見つけて持って帰るんじゃなく、自分の体に弾丸があったら持ち去らざるを得ないな。その場で手術するわけにもいかないですし。なんて。反論がない。カルマの反論が本来あるはずだったのに。そんなくだらないことをとか言いそうなのに反論がない。待てよ、適当に言ってみたけど、これってありえるんじゃ。つまりこういうことですか。犯人は犯行の際自分も撃たれてしまった。そして自分の、ん？でもそうなると、蜜剣がやってないってなると、蜜剣の一発目が犯人に当たったってことになるのか。でもそれって当たるとしてもハイネになる気がするけど、別の、ん？そして自分の体内に2発目の弾丸を入れたまま立ち去った。だから現場には弾丸が一発しかなかったと。はあ、そうなりますね。しかしエレベーターから救助された他の二人、ミツルギレイジも、いや、そうよな、ハイネコウタロウも怪我などしていなかった。となると、犯人は外部から来たことになっちゃいますね。いや、間違いないよ。外部の犯人、真犯人がいるわけなんだから。エレベーターの中で二人の男が争っている。少年はそれを止めようと足元のピストルを投げつける。ピストルは暴発して弾丸はお父さんじゃなくエレベーターの座を外に立っていた犯人。なるほど、そのまま貫いて、そして肩で止まったと。少年はそこで気を失ってしまう。そしてその後、犯人はエレベーターのドアを開けて被害者を殺した。ふむ、なるほど君。本当にあなたは不思議な弁護士ですね。
明らかに苦し紛れな発言なのになぜか無視できない。来るな。何を言っている。無視しろ。裁判長、事件の関係者で怪我をした人物などいない。つまり犯人などいないということではないか。おいおい、どうした。急にカルマ、お前はずっと怪しいんだよ。うむ。事件の時怪我をした人物か。確かにそんな人物は見当たらないよね。あとは証拠だけだ。ねね、ナロード君。お、マヨちゃん。ん？とんでもないこと考えちゃったんだけど。いいよ、今はとんでもないことだけが欲しいぐらいだよ。とんでもないこと。昨日の星影先生の言葉覚えてる？星影先生。カルマは三つ剣心によってその完璧な経歴を傷つけられた。へえ。そのことがよほどショックだったのじゃろう。カルマ検事は。迷いちゃん、最高だね。言ってた、言ってた。なるほど。その、長い検事生活でカルマが休暇を取ったのはそれが最初で、そして最後じゃったよ。打たれた休暇か。屈辱で休んだんじゃない。もしかしてカルマ検事がお休みしたのって怪我をしたからか。ということは犯人は、DL65 事件の真犯人は、三剣心を撃ったのはチェックメイトだ。カルマ検事なの。なんてこった。さあ全て揃ったぞ。ナルオト君どうしました。ふぬけた顔をして。ふぬけた顔。はい、別に。いかがですか。あなたは外部の人間が犯人である可能性を示した。具体的に容疑者の名前を挙げることができますか。どうしよう、今言うべきか。今言うべきだ。裁判長、容疑者は存在します。たった一人だけ。自分の名前を挙げられるって分かってるな。あいつ、それは面白い。では聞かせてもらいましょう。誰ですか、その人物は。緊張するな。ナロド君、大丈夫、信じろ、間違ってないさ。かカルマ検事です。かカルマ検事だと。なんだ今の意味は。事件の翌日から数ヶ月あなたは休暇を取っている。完璧な経歴を良しとするあなたが理由もなく休暇を取るはずがない。事件の際によった怪我の治療をしたというのか。面白い。では証明してみたまえ。我が輩がいつどこで治療を受けたの。完璧な男は全てのことを消し去りそうだな。治療を受けたという事実すら消してそうだな。手術した医者を連れてきたまえ。ナロード君、かかりつけるお医者さんとか調べて。いや無理だと思うぞ。無駄だ。三剣、私はカルマ検事という男をよく知っている。彼は手がかりを残さない完璧な男なのだ。おそらく手術など受けていない。そもそもおそらく手術など受けていないだろう。自分でほじくり返してうんってやったの。医者という弱点ができてしまうからな。ここまで来たってのに。じゃあナロード君、カルマ検事、自分で弾丸をほじくり返したの。いやそうだよね、ほじくり出したの。いやお前、じゃあそうだよな。できる、いや できるもんなの、そんな。そんな乱暴な。いや素人に弾丸なん。これはまさか。
今も残ってんのか。素人に弾丸なんか摘出できるわけないよ。待てよ。とすると気づいたか。弾丸は一体今どこにあるんだ。さて弁護士、どうかね。我が輩が撃たれたことを証明できるかね。いける。証拠品、確かに残ってると思うのよ。え、いやーこ、三つ剣心の心臓から摘出された弾丸、戦場痕ははっきり残っているって。これでも三つ剣心、ちょっと待って、いや冷静に一個ずつ行こう。弁護士はある、ない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 、これだこれだこれだ、これじゃないか。うわ、こんなところで使うと思わなかった。これ弾丸に反応するんじゃないか。いや、鳥肌がすげえよ。行き、待って、これ行ってみよう。行けるぞ。カルマ検事、証明してあげましょう。あなたたちが大好きな証拠品でね。なんだと。カルマ検事が撃たれたことを証明するのはこれを使えば証明できるんじゃないか。行こう。くらえ！カルマ検事は完璧な男だ。手術などしない。もしそうならば今その弾丸はどこにあるのか。カルマ検事に自分を手術する技術はありません。まさか。そのまさかですよ、裁判官。そう、まだ彼の体内に残っている可能性があります。さあ、意義でも申し立ててくるのかい。そんなバカなことがありますか。バカかどうか簡単に分かることです。この金属探知機を使えば。カルマ検事、いいですね。これからこいつであなたを調べさせてもらいます。カルマ、どうしたそんな表情して。突然右肩を押さえて、まるで自分が犯人だと言ってるようじゃないかい。断る。断るんですって。一体なぜ。断るということは弾丸が体内にあるのを認めるのと同じですよ。静粛に静粛に静粛に。裁判長、弁護側は検査を主張します。裁判長、休廷を提案する。これは人権の侵害だ。この事件は本日が時効です。人権の侵害、お前はいろんな人を傷つけておいて何を言っている。突然自分に身を、自分の危険を感じたからって逃げるな。今日中に判決を下すべきだと言ったのはあなたです。そこまで。金属探知機の使用を許可します。カルマ検事、検査を受けるように。なるほどくん、どうなの。わからない。とにかくやってみよう。いや大丈夫だ、あいつの反応を見るに残ってるはずだ。きた。右の肩に反応した。カルマ検事、あなたが、あなただったんですか。こうなることを恐れたゆえ、
我が輩はあえて黙っておったのだ。確かに我が輩の肩には弾丸が残っておる。しかしそれは事件とはま…おいずっと逃げ道を用意してんだこいつ。全く関係がない。なんだと。肩の弾丸は DL65 事件より以前に受けたものだ。我が輩は事件とは関係ないと主張する。いつまでも逃げるな。しかしカルマ源氏、それを証明できるのですか。そうだ、お前が証明しろ。証明だと。我が輩にそんな義務はない。証明しなければならないのは貴様の方だ、弁護士。我が輩ではない。なるほど君、どうですか、証明できるのですか。カルマ検事の肩の弾丸は DL65 事件によるものだと。できるわけがない。貴様らには DL65 事件の資料などないのだからな。昨日慌てて資料室から持ち出したくせに。お前の完璧は崩れるな。証拠がない以上、我が輩を罪に問うことは不可能だ。残念ながらな。なるほど君、そうだ、もう言わずもがなだな。わかってるよな。残念なのはあんたの方だ、カルマ検事。なんだと。惜しかったね。あともう一日だったのに。あるんだよ、証拠ならな。何？蜜剣を有罪にするために自分で墓穴を掘るとはね。あんたの肩の弾丸とDL65 事件を結びつける。これが最後の証拠だ。迷いちゃん、君のおかげだよ。行こう。なるほど君、これでおしまいだ。くらえ！それは弾丸ですか。どうしてそれを。これは DL65 事件で使用された弾丸です。被害者の蜜剣真の心臓から摘出されました。保存状態は良好で、洗浄痕もはっきり残っています。洗浄痕。そう、どの銃から撃たれたのか。今から2日前、最初の法廷でも洗浄痕の話が出ましたね。洗浄痕というのはピストルの指紋みたいなものです。ピストルで撃たれた弾丸には必ず銃身による傷がつきます。その傷を調べれば弾丸がどのピストルから撃たれたかがはっきり特定できるのです。ここに2つの弾丸があります。蜜剣真の心臓から摘出されたこの弾丸。いやもう迷いちゃんのおかげだな、完全に迷いちゃんのおかげだな。そしてカルマ検事、あなたの肩に埋まっている弾丸、2つの弾丸の洗浄痕を調べた結果、もしその洗浄痕が一致したら、2つの弾丸は同じピストルから発射されたことが証明されます。同じピストル、すなわち蜜剣真を撃った凶器です。カルマ検事、その肩に埋まっている弾丸を摘出してください。そしてこの弾丸の洗浄痕と比べてみましょう。それでこの事件は解決です。いかがですか、カルマ検事。勝った。好きなだけ叫べ。この姫、どこかで聞いたことのある。そうだ、あの時だ。
その悲鳴なのか。なあ、ボアツ、ああ、そういうことか。息が。うるさい、黙るんだ。こっちまでおかしくなる。俺の空気を吸うな。息のあれを止めてやる。俺の空気を吸うな。僕のお父さんから、お父さんから離れろ。これはカルマの悲鳴か。あの時の悲鳴だ。15年前、私がエレベーターで聞いたのは、カルマ検事、あなたの悲鳴だったのか。カルマ検事。ミツルギ、またしても我が輩に立てつくと。やはりあなたが。親子揃って目障りな奴らだ。我が輩の経歴に処罰の泥を塗った親父に、我が輩の肩に生涯消える傷跡を刻んだ息子、この手で葬ってやる。死刑台に送ってやるぞ。15年前、検事局長、申し訳ない。カルマ君、君らしくもないヘマをしたものだ。あの三剣弁護士に尻尾をつかまれるとはね。油断したようだ。残念だが君には処罰をあげてもらうよ。さすがに今回ばかりはかばうわけにもいかないのでね。ミツルギ、お前は自分の経歴のために人を殺したのか。味わったことのないショックだった。この我が輩が処罰されるなど、精神の落ち着きを取り戻すのに数時間かかった。気がつくと我が輩は闇の中にいた。そこは裁判所の資料室だった。いつの間にかそんなところに来ていたらしい。部屋の中は真っ暗だった。どうやら停電しているようだ。廊下に出て手探りでエレベーターの前に出た。エレベーターのボタンを押す。しかし反応がない。次の瞬間、何が起こった。肩に焼き付くこの痛み、その時電力が回復した。目の前でドアが開く。3人の人間が見えた。彼らは酸欠で気絶していた。不思議なことに足元にピストルが転がっていた。これは運命なのだ。我が輩はそう知った。最後の瞬間、ミツルギ神は気絶していた。奴は誰に撃たれたかも知らぬまま死んだのだ。後日霊媒師の口を介して背念を告発したようだが、我が輩は被害者自身をも完璧に欺いてやったのだ。なるほど。ああ、本当にじゃあ息子をかばって背念って言ったとかではなく、本当に欺かれていたのか。あのエレベーターの扉を再び開ける男が現れるとはな。裁判長。はい。何をしておる。このささやかなゲームに幕を引くのは貴様の役目だろう。今がその時だ。さっさと幕を引くのだ。わかりました。私たちはどうやら迷宮の出口にたどり着いたようです。15年の歳月の果てに。ミツルギ礼二。はい。あなたは無実だった。全ては悪夢に過ぎなかったのです。そして今日でその悪夢から解放されてくれ。
ミツルギ霊人に対する判決を言い渡します。無罪。終わったすごい。こんなに 100% ずっとやってると一気に終わった時にドッとくるね。達成感が。2時間やってない俺。では本日はこれにて閉廷。終わったんだよな、終わったんだよな。12月28日午後5時38分地方裁判所被告人第二控室。ナロード君、ナロード君、ついにやったね。見た見た、カルマケンジのしみったれた顔。あれ、平気なふりしてるけど心の中は土砂降りだよ。いい気味だね。いや待ってよ、迷いちゃん迷いちゃん迷いちゃん、いつもの迷いちゃんが帰ってきた。オーバーキル。それにしても危なかった。もう絶対ダメだと思ったよ。いや千尋さん来た時ちょっと取り当てだったな。でもあれ迷いちゃんじゃないんだもんね。ま、なるほどくんの中にいる千尋さんがってことだよね、きっと。そうだね、私もずっと半泣きだったよ。ま、今となってはいい思い出だけどね。あ、切り替え早。好き。みつるぎ、終わったぞ。終わったな、みつるぎ。なるほど。ん？その、なんと言えばいいのか。みつるぎ、素直に感謝の言葉ありがとうだけで俺はもう十分嬉しいぞ。それだけを伝えてくれるんなら。そうだよな、迷いちゃん。ここは強がらずに、恥ずかしがらずに、素直にありがとうって言った方も言われた方も気持ちよくなれるぞ。そういう時はね、ありがとうって言うんだよ。そうなのか。あ、ありがとう。なるほど。どういたしまして。いいね。いまいち張り合いがないな。いいんだよ、張り合いなくて。すまん、こういうの苦手で。もうダメだな、三剣源氏は。やれやれ。わあ、糸の子のおっちゃん、ちょっとごめん。糸の子のおっちゃん来る前に水飲み跡もう一回鼻かんでもいい？オッケー、お待たせしました。行きます。うわぁ、さすがっす。自分が見込んだだけのことはあったっす。糸の小切り、行けつけ。この恩は一生忘れないっす。今夜は待ってやるっす。自分がごちそうするっす。月から給料がちょびり下がったすが気にしないっす。ほら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 、三剣健治。糸の子デカオ、糸の子刑事か。糸の子刑事を見習うの。あんな感じにやると感謝の気持ちが伝わるんだよ。確かにね。なるほど。何？古本じゃなくて、ここの BGM 途切れるのってなんか嫌な予感するけど。何してんだお前。ダメだ。やっぱり私なんか。まあまあ少しずつ慣れていきましょうよ。こんな素直なミツルギを見るの15年ぶりだな。あ、いたいた。おー、夏美さん。あ、夏美さん。いやー、あんたらかっこよかったで。ありがとうございます。お、兄ちゃん、無罪おめでとう。大きい。おーおー、なんかお前面白いやつになっちゃってる。ミツルギ、大きに。お、大きに。うちには最初から分かってたんやで、あんたが無罪だってな。確か初日の検察側の証人だったよな。まあ細かいこと気にしなさんな。そういえば夏美さん、今は何を？ああ、今か。大学に戻ったで。スクープカメラマンになる夢はもうおしまいや。ああ、もう普通に大学生なんだもんな。そうなんですか。あれ、あそこにいるの公園のまんじゅうやちゃうか。え、お、やはりか。やはり。なんでお前言うんだ。お前いつもそれ言うな。死ぬんだ。なんでお前がそんな顔してんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いや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 、
カズミがよ、パリで暮らすって言い出して、ああ、言い出して置いてかれちまったんだよ。置いてかれちゃったんだ。一緒に行くって言ってくれなかったんだ、そもそも。やはり、でも俺にはわかる。お前はきっと次の女に行く。やれやれ。おお、ミツルギ、いたのか。そりゃまあいる。おめでとうな、ミツルギ。これ、俺からのお祝い。お祝い？珍しいな。あ、あんたも後でクラスごちそうするっす。あ、楽しみにしてます。あ、急な真顔やめて。おい、なるほど。あいつ俺を取り調べ、あ、そうだそうだ、第1話でそうだ、そして俺のことをずっとやっぱりって言ってくる、その糸の子のおっちゃんですよ。あいつ俺を取り調べた刑事だぜ。ごちそうってまさかカツ丼じゃねえだろうな。じゃあ、そこでごちそうじゃないから大丈夫よ。それはないと思うぞ。なるほど。ん、どうした。金が入ってるぞ。やはりがくれた封筒。そりゃそうだろ、お祝いだからな。珍しい、絶対にお金をくれなさそうなやはりなのに。3800円。3800円だ。また、待て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 、なるほどくん、ずいぶん半端な金額だな。おいやっぱりやはりだな。3800円。なるほどくん、小学校の頃三剣賢治が盗まれた給食費って確か3800円。まさか、まさか、やはりお前何を色めきだっている。なるほど。え、確かにやはりはあの日風邪で学校を休んでいた。だが、だからといって犯人ではないという証拠にはならん。え、15年前のあの日、休んだわいが退屈だったやはりは学校に来てみたのだろう。そしてまあちょっと手が伸びてしまったんだろうな。伸びちまったんだろうね。いやいや、これがやはり三剣。あー、なんか今の唇ちょっと知ってる感じするよね。お前まさか知ってたのか。怪しいとは思っていた。いつものやはりならお前をかばうのはおかしい。みんなと一緒になってここぞとばかり攻め立てただろう。確かに確かに、そういう男だもんなこいつ。なるほど。もしかしたらお前は知らないかもしれないが、この男はこう言われていたんだ。事件の陰にやっぱりやはりと。その言葉なら嫌というほど思い知らされてるよ。いやー、なるほど。まさか君が気づいていなかったとは。うん、いやー、いう状況だったから本当に助けてくれた友人として、そしてずっと大事な身近だとね、疑わなくもなっちゃうしね。でんでんでんで、意外だねーこりゃ。みつるぎ、言えよ。まなるほどくん、もう15年前のことでしょ。これって時効ってやつだよね、三剣賢治。そういうことだな。そういうことだよ。まったく、お前らに感謝して弁護士になった僕の立場はどうなるんだ。感動的なまでのお人よしといったところだろうか。とんだお調子者とも言えるよな。死刑だ、こいつを死刑にしてくれ。なるほどくん、それがなるほどくんらしいけどな。こんなことなら賢治になればよかった。それは私も同じだ。もしかしたら自分は父親を撃ってしまったのかもしれない。自分は罪人かもしれない。私はそういう自分を罰する意味もあって賢治になった。こんなことなら弁護士になりたかったよ。ミツルギ、変わるか。なるほど、変わるか。入れ替わるな。おい、みんな写真撮るで。写真、ほらほら写真だって。行こうよ。その後はごちそうっす。写真か。その夜は糸の子刑事の決死のサービスで、僕たちは全てから解放された三剣を祝った。
もちろん光本人はまだ留置所の中だったのだが、あ、そっか、そんな簡単には釈放してくんないんだね。いろいろ手続きとかあったり。で、12月29日午前5時2分、なるほど法律事務所。なんだ？なんだ？昨日は騒ぎすぎたな。まだ頭がガンガンするぞ。飲んだんだね。まだ5時か。もう一寝入りするかな。あれ？これは、手紙？手紙？迷いちゃん？おはよう、ナロード君。昨日のナロード君は、ほんとかっこよかったです。そんなナロード君を見ていて、こう思いました。かっこよかった。でも、迷いちゃんもかっこよかったよ。ずっと。こんなことでいいのかなって。私は霊媒師です。まだ一人前じゃないけど。私も、三剣賢治の力になりたかった。なってたよ、迷いちゃん。最後なんて迷いちゃんがいなかったら絶対に突破できなかったんだからね。ここは大きな壁があったんだから。この証拠がなかったら。ナロド君を助けたかったです。でもできませんでした。とても悔しかったです。だから私は一度修行に出ようと思います。そしてまず迷いちゃん、お別れするってことを。霊媒師として一人前になろうと思います。迷いちゃん、顔を見ると言えなくなりそうなので手紙にしました。さよなら、ナロードくん。迷いちゃん、もうさよならって。今何時だ？始発の発車時間過ぎてる。とにかく駅へ。え、間に合うの？いるの？わ、駅。やっぱり。うわ、なんか寂しいお別れだな。でも迷いちゃんは自分を強くするために会わずに手紙にして一人って旅立っていったんだもんな。やっぱり、いないか。迷いちゃん！あ、ナロードくん、迷いちゃん。やっぱり行っちゃうの？うん。悔しいから霊を呼べない霊媒師なんて。それに私がいなくてももう平気だもんね。なるほどくん、いた方が心強いし、迷いちゃんのおかげで勝てた裁判がたくさんあるのに。じゃあ元気でね、迷いちゃん。また、ちょっと待って。な、何？三剣を助けられたのは迷いちゃんたちのおかげだよ。え、最後の法廷で聞いたんだよ、千尋さんの声を。お姉ちゃんの声だけだけど、最後の最後もうダメだって時に。そうなんだ、さすがお姉ちゃんだな。糸の子刑事さんも星影先生もやっぱりさんも。やっぱり私だけだ、何の役にも立たなかった。うわー、自分を否定してる。迷いちゃん、ずっと一緒にいてずっと見てきた俺が言うよ、迷いちゃんは一番もう役に立ったとかいう言い方もやだわ。なんか一番力になれたし、一緒に入れてよかったよ。カルマにとどめを刺したのは迷いちゃんだよ。あ、私は何もしてないよ、ただおろおろしていただけ。悪いけどこっちには証拠があるからね。証拠？拗ねている迷いちゃんに証拠を見せてあげよう。あ、これ、あ、あ、これ迷いちゃんが必死の思いでこの弾丸を手に入れてくれたからだよな。これだよな、きっと。
くらえ。弾丸。カルマは DL6 号事件の資料を全て隠すつもりだった。でも迷いちゃんが守ったんだよ、最後の証拠品を。この弾丸がカルマを倒したんだ。この弾丸を僕にくれたのは迷いちゃんだよ。なるほどくん、ありがとう迷いちゃん。帰ってくるから。え、一人前になったら帰ってくる。うん、待ってるよ。待ってよっか、ナロード君。二人で。やっぱり私がいなくちゃダメだからね。ナロード君はいいね、いつもの迷いちゃん。そんなことはないけどさ。時間か。じゃあ行くね。うん、元気でね迷いちゃん。さよなら。あ、もう泣いちゃう、泣いちゃう。ありがとうナロード君、ありがとう迷いちゃん。やばい、これで僕の物語はおしまいだ。新米弁護士だった自分に別れを告げて、僕は今新しいページをめくり、新しい物語を生きている。相変わらずの顔ぶれで。おお、まだまだ甘いなこの素人弁護士が。なるほど君、もう一度考え直しなさい。あー、ではお言葉に甘えて。いいな、意義あり。おお、めっちゃめっちゃ面白かった。あー、まだ続いてる。こんなこと初めてっす、嬉しかったっすね。おお、糸のこぎり刑事、どざけんなと首をひねりながら帰っていったっすが、あれは一体何だったっすかね。三つ剣なりの感謝だと思うよ。あー、これ、あー、合間にストーリーというかキャラのあれが入ってくるならいいエンディングだな。もう楽しかったな。え、なるほど。ラーメンしばらく買ってねえな。あ、俺最近は豆腐屋でバイトしてるよ。みゆきのやつ異様なんだけど、ちょっと金がかかるから。また違う女言ってる。まあ今彼女はハワイにいてね、海外大好き女だらけだな。あ、いや、もう皆さんスタッフさんありがとうございました。何度でも感謝を、何度でも面白いと伝えたい。あうち、なるほどくんですか。もちろん覚えてますよ。なんでも最近は随分活躍してるとか、こんなこと言いたかないけど、この私が育てるもんですよ。彼もきっと私に感謝してると思いますね。ムカつく。ムカつくけどいいな。待って待って、この感じだとまさかみんな出てくんのか。あなるほど龍一。はて、ああ、この私が先生紹介でやった弁護士、あ、私今度バンドホテルの支配人に決まりまして、近くへお越しの際はぜひ当ホテルへ。お前めちゃめちゃ上がったな。支配人イカレボーイがあそこまで行ってる、すごすぎる。素敵なキャラだったよな、みんな。わっ、なんじゃちみは。なるほど龍一、あー千尋くんの、どうしておるかの最近、顔を見せんが、青春の日々は青いレモンの香りか。いや、最後まで言ってたな。これ話してんの俺なんだね、きっと。じゃあなんじゃちみはっていう感じ、いいね。はあ、なんか心にぽっかり穴が開きそうなぐらい寂しくなってきた。おばちゃん、なるほど、俺そんな捨てたっけ。おばちゃん認めないよ、そんな変な名前の俳優なんてさ。それいや、もうおばちゃんはおばちゃんのままだね。でも元気そうでよかったな、おばちゃん。効果音、音楽も効果音もよかったな、タイミングも全て、何もかもが。リマシン、おかげさまで夢様が大人気でして、ナロトさんには本当足を向けて寝られませんよ。撮影が終わるまで前以上に顔を出さないようにしてます。子供たちの夢を壊しちゃいけませんからね。今しすまん、ずっと犯人だと疑ってて。
ずっと遠藤カードで一生あいつを犯人だと疑っててすまんな。そして次は、あースタッフちゃん、あ、こないだ迷いちゃんからお手紙もらったんですよ。なんでも滝に打たれすぎて風邪ひいちゃったんですって。お見舞い代わりに姫様のトレカ送ってあげました。姫様人気なんだね。なかなか買えないんですって。どんなところに住んでるんでしょうね。まあ修行に行ってるってことだから、そういうのがない場所なのかな。町とかじゃなく、まあ、山とかのイメージなのかな。迷いちゃんと性格的にも行きそうだしね。滝に打たれたいって。キュータ、なるほど、何それ。それより夢は姫様んだよ。でもさ、この前スタジオに忍び込んだ時、俺見ちゃったんだ、姫様の中に入ってるやつ。もうショックだったよ、あんな無性のが姫様んとは。無才って言うな、煮干しだぞ。あいつでもかっこいいけどね、男の中の男って感じで。そして、あ、夏美さん、もちろん覚えとるで、なるほどやろ、弁護士の。え、うちスクープカメラ、あ、スクープカメラマン目指してんだ。あれ撮った写真にな、写っとったんや、心霊写真が。やっぱりうちには才能があるって思い直したわけや。変わらない、一番ポジティブかつ一番切り替えが早いかもしれない。こう見るとみんないいキャラだったな。うわあありがとう、逆転裁判ありがとう。何？何？え？何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 これ？何？もう俺完全に綺麗に終わろうとしてたよ。ありがとう逆転裁判、ありがとうカプコン、ありがとう視聴者って言って、新しいエピソードあんの？誰君たち？これ絶対に迷いちゃんじゃない。新しいエピソードが追加されました。え、何？何？セーブはしますけど、え？終わったんじゃないの？蘇る逆転。え？大悟は蘇る逆転？逆転裁判、蘇る逆転。今まで以上に締め方がわからない。終わったと思ったら終わってないけど、俺は一度終わらせます。逆転裁判実況一回終わらせるね。ここで一回締めに入らせて、エンディング今見た気がするから。皆さん本当にありがとうございました。そして制作者の皆さん、スタッフの皆さん、最高でしたね。なんか難しい言葉を使って面白かったっていう表現はできないんで、私はシンプルに最高のゲーム、素敵なゲーム、内容がとにかく面白かったとしか言えない。もうそれだけを伝えたい。みんなにもやってみてほしい。そして見てくれた皆さん、ありがとう。それではまたどこかで、この逆転裁判の面白さに異議なし。